こんにちは、フルチャです。今回は最強モンスター海竜の育成論5選をこの動画1本で紹介しようという趣旨の動画になります。便利なポケモンですから多様な方が使用されているので、これをまとめて知ることで自分のパーティーに合うものを見つけたり、全部育成してしまって使い分けたり、相手の方に対応することができたりと、いろいろ活用できる動画になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは1本の動画で複数の方の育成論を見ることができるまとめ系の動画をたくさんアップしていこうと思っていますので、そういう動画が役に立つよという方はぜひ登録や高評価をよろしくお願いします。それでは本編どうぞ。はい、それでは早速5種紹介していきたいと思います。でね、今出てるこの画面の方は対戦の動画になるんですが、声の方は後付け実況になるので、まあ僕のね話に飽きちゃった時とか、まあ、この方は知ってるな、この育成論は知ってるなってなった時に、まあ、目を落として、暇を潰していただければと思います。それでは早速1種目から紹介していきます。ドン。こちらですね、まず1匹目は神速海竜、まあ、こちらはね知ってる人もたくさんいると思うので、簡単にっていう感じになりますが、物理型で、こだわりハチマキを持たせて、でテラスタルノーマルになってタイプ1神速をもう超高火力でバンバン優先度プラス2から打っていくことで、不意打ちとかも透かしながら戦っていくっていう型になります。で努力値に関しては、まあ、基本 AS で、で神速がね優先度プラス2があるから S いらない派もいるとは思うんですが、まあもちろん神速通していければいいんですけど、ゴーストタイプとかで透かされがちで、なんだかんだ普通の激輪だとか地震だとか炎のパンチだとかも打ちがちなので、普通 S も振ってて基本 AS ベースっていう感じになります。まあ、これに関してはね かなり環境の初期に流行った感じなので、知ってる人も多いと思うし、一度は育成した人も多いんじゃないでしょうかというところで、このポケモンに関してはこのくらいで大丈夫ですかね。では続いて炎の渦型海竜、こちらは、シーズン1、1位を取ったバンビーさんも使っていた型の海竜で、基本的に物理耐久ベースで、素早さだけ僕の場合はプラス1で最速ゲンガー抜きっていう風になってるんですが、まあ、これ逆に言うと何かで1段階相手のポケモン加工させた時にゲンガー抜きっていう感じですかね。なんで、例えばバンビーさんだったらジダンダのこの夜猿とかを使って相手のポケモン1段階下げたりしつつ調整してたみたいですね。で技に関しては流星群炎の渦、まあ、この辺はねコンセプトである炎の渦で、変ななんかなんていうんですかね受けポケみたいなちょこまかしたポケモンをロックして、まあ、動けなくする、炎の渦だとか、まあ、ウェポンになる流星群で、回復ソースである羽休めと、相手を縛るアンコール、まあ、この辺で技は大体そうですね、流星群の枠が若干自由枠かなっていうのはありますが、まあ、大体こんな感じだと思います。でテラスがフェアリーなのは、まあ、炎の渦で相手のドラゴン、こだわりドラゴンですね、こだわりハチマキとかこだわりスカーフを持った、ガブリアスみたいなポケモンを炎の渦でキャッチしつつ、まあ、フェアリーでドラゴン技を無効化するっていうロックの動きが強いので、まあ、テラスはフェアリーがいいかなというふうになってます。でこの方のポケモン結構食べ残しとの相性がいいので、そういう意味で HP の方は、食べ残し最大化になる努力値になってます。これに関しては結構まあ慣れればいいのかもしれませんが、僕は結構運用を慣れるまで時間かかったので、初心者向きかと言われるとそうでもないし、炎の渦が命中不安定なので、まあ、その辺もねちゃんとなんかケアしながら立ち回れる人じゃないと難しいのかなっていうのは思いました。はい、じゃあ続いてドラテ型海竜になります。これもちょっとクセモノですね。まあ、今日は5種類紹介しようっていうことで、まあ、代表してなんかいろんなパターン紹介しようみたいな感じなので、ちょっと癖のあるやつ多めになってます。神速型物理型だけで5種類紹介しちゃうとちょっとねあれかと思ったんで、まあ、この辺僕が紹介したのベースで微調整皆さんのパーティーに合わせてしていくみたいな感じがこの動画の使い方としていいかなというふうには思うんですが、こちらも、食べ残しとの相性がいいので、食べ残し最大化の H212 振り で基本的に物理耐久寄りに振ってあって、素早さが麻痺後の最速ドラパルト抜きっていうことで、この後紹介するんですけど素早さラインが代表的な素早さラインが何個かあるので、まあ、その中で、努力値避ける
素早さにどれクッチどれだけ避けるかなっていうのを相談しながら調整するといいかなっていうふうに思います。なんでこれもね、麻痺とかをまく、他の先発ポケモンがいる前提とか、まあドラテ型ってどうしてもステルスロックとかまきびしみたいなね前準備が必要になると思うので、それに合わせて麻痺も負ける、電磁波とかも負けるポケモンと組み合わせるといいのかなっていう風になっています。テラスタイプノーマルになるんですが、これに関しては自分のパーティーの、タイプ相性とかと相談しながらフェアリーとかでも採用いいかなという風に思います。まあ、これはドラゴンテールっていう確定で高攻になる技を打ちつつで、ドラゴンテールっていうのは相手にダメージを与えるとともに相手に強制交代をさせる、吠えるとか吹き飛ばすみたいな効果が、副次効果がある技なので、まあ、それを活かして、盤面をねぐちゃぐちゃに荒らしながらステルスロックとかも刺しながら、相手にダメージを蓄積させていくっていう荒らすタイプのポケモンになるんですが、もう身代わりも入れることによって相手の出方を伺えるっていうのが、まあ、ミソかなというふうに思います。身代わり使っちゃうとマルチスケール剥げちゃうのでちょっと敬遠しがちなんですが、羽休めとね組み合わせることで十分マルチスケールも使えますし、最初の1回身代わり使う前に一発耐えられるっていうところですでにマルチスケールは十分仕事できると思うので、身代わりによってあの盤面操作をするときにね安定感が増すので、まあ、こういう技構成になっています。続いての方ですが、物理あんこ型海流ですね。でこちらが前の動画以前に上げた概要欄とかにリンク貼っとくんですが、型と同じものになってしまうので、僕個人的にあんこ型だったらこれが一番手に馴染んでるので、まあ、これを一番やっぱおすすめのやつを紹介したいということでこれを出したんですが、まあ、これだとね前回の動画も見てくれたよっていう人にとってちょっと手抜きっぽい感じになっちゃうので、まあ、ここで、まあ、さっきから言ってる S156 だのなんとか抜きだのなんとかだのっていうのをまとめておいたので、そちらを公開したいと思います。よいしょ。こちらですね、海流に関してはまず HP からいきますね。 HP は212振りにすると食べ残し最大の 16N+1 が取れると、で196振りをすると砂ダメなど16分の1ダメージを与えるっていうやつを最小限にしてくれる 16N-1 にできると。で H244 にすると奇数で最大、まあ、ステルスロックダメージとかが飛行タイプには、抜群で入ってしまうので、まあ、そういうポケモンに関しては特に HP 奇数にするといいよっていうこと言われがちなんですが、まあ、その中で最大取れると。でただ育成論とかいろいろ見てる感じだと何も奇数にこだわらず25に振りしてるよっていう上位の方もいたので、まあ、その辺は自分の調整になる、どっちを優先するのかっていう感じになるのかなというふうには思いますが、まず HP がこんな感じと。で続いてもう一個作ったメモが素早さに関するやつですね。これがよいしょ。まず S20 振り、これが、さっきも触れたかな、純速ドドゲ山振り、あ純速ドドゲ山抜きの振りになります。まあ、最小限振っときたいなっていう時に振るのかな。でも純速ドドゲ山抜きをさらに抜く振り方とかの方がいいかなっていう気もする。まあラインということで紹介しておきます。で S52 振りがドラテ型でさっき紹介した麻痺後のドラパルトを抜く調整で、 S100 振ると最速ドドゲ山と S を1段階下げたガブリアスを抜けると。まあ、S100 ラインが結構激戦区っぽい雰囲気もあったので、これをさらにもう一抜きできたら嬉しいかなっていう。で S108 振りがプラス1で最速ガブリアス抜きで、 S156 振りでプラス1最速ゲンガー抜きということで、僕個人的に S156 振りをすごい信頼してるんですけどまあこの辺を自分でオリジナルで努力値調整したいよってなった時はこの HP と素早さのやつをまず確認して、まあ、自分がどこに重きを割くかなっていうのを見てなんとなく仮組みしてって、で最後に余りを攻撃力とか防御力とかに振るみたいなやり方がなんかやっていく上でもし自分で手探りでやっていきたいよってなった時にいいんじゃないかなというふうに思います。こちらのメモを持ってね、ちょっとこの物理あんこ型海流前も紹介したやつだから5000って言いながら枠詐欺じゃないかみたいなのをねちょっと回避するべくちょっとこういうメモをご用意させていただきました。
これでちゃんと5戦扱いにしていただけるでしょうか。で、まあね、前回の動画見てないよっていう人で、まあ、前の動画見てくれたら嬉しいんですけど、まあ、見る暇ないっていう人だったら、まあ、これをスクショしといていただければ全然大丈夫です。で、続いてですね、これラスト、ほい、特殊あんこ型カイリュウですね。まあ、物理あんこ型があるなら特殊あんこ型もあるだろうっていうことで、これ実際上位体にも、全く同じ型ではないんですがいました。で、これもね、努力値正直言うとさっきのやつの特殊版なんですよね。で、技構成が若干違うのと、あとテラスタルですね。どっちから触れていこう、テラスタルから触れますか。まあ、テラスタル、さっきのだと飛行の通りがすごくいいということで、飛行タイプを無効にできるタイプがないということで、飛行テラスプラステラバーストワンウェポンっていう感じの構成だったんですが、まあ、今回はね、竜の舞に当たるものが特殊にはないので2ウェポン持てるということで、テラスタイプは逆に飛行テラスに縛られる必要がないので、フェアリーテラスにして、相手のドラゴンタイプの技を受けられるようにしてあります。で、流星群と火炎放射っていう2ウェポンで、まあ、ドラゴン技が効きにくい鋼タイプとかに対しては、まあ、火炎放射を打っていくというような感じで、物理型のあんこ海流は結構、物理型のあんこ海流はというか、僕がさっき紹介したこの物理型のあんこ海流は、まあ、ハメが前提で竜の舞めっちゃ積みたいよみたいな感じだったんですが、まあ、こっちの特殊型に関しては割と正々堂々じゃないけどアンコール使ってる時点で正々堂々じゃないのかもしれないけど、まあ順当に戦っていくみたいな形で使っていく感じになります。ということで、まあ、結構ね、この5種類特に極端に違う型を5種類紹介したんですけど、さっきから説明で触れてる通り、結構技のカスタマイズとか、あと努力値のカスタマイズもしやすいっちゃしやすいというか、もうシンプルにマルチスケールと種族値と、このテラスタルというシステムの噛み合わせがもう全て神なので、結構自由度の高いポケモンだと思いますので、この辺のコツつかんで、でもしなんか苦手だなとかよくわからないなっていう感じであれば、もうとりあえず思考停止でこれちょっと一旦、まあ、テラピースはちょっと使っちゃうんですけど育成してみて、まあ、自分の手の馴染むものを探してみるのもいいかなというふうに思います。ということで、ちょうどね、対戦の映像も終わりそうなので、本日の動画この辺で終わりたいと思います。ちょっとまだね、この一つの動画で複数の育成論を紹介するっていうスタイル、多分視聴者さんによってはね、すごい見にくい人もいるかもしれないけど、でも絶対これ、このスタイル助かるみたいな人も逆にいるとは思うので、ちょっと続けていきたいんですけど、ちょっとね、この形式でいいのかっていうのは前回から引き続きずっと模索中なので、ちょっと見づらいところございましたらすいません。でも今後とも頑張っていきますので、ぜひとも、応援してくれるという方は登録や高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。フルチャでした。バイバイ。